another video. So today I'm gonna be playing Evertale. It's been a while since I last played this gameplay videos, but let's see how it goes. Hope you enjoy this video. ゴーマ説。それは100年に一度エルデの血を覆う圧倒的な悪意。不死の魔人エターナルが率いる破壊と殺戮の波はあらゆる種族を等しく飲み込んでいく。時にそれは以前のゴーマ説から。 私は、どんなことがあっても、ティオを守る。本格的に降ってきたな。ビン、そろそろ村へ戻るぞ、エルラ。あの茂みの中。ビリドラだ。風上の上、この雨でこちらに気づいていない。エルラ、ここは俺に任せてくれ。 そいつは順調に成長して進化すれば、かなり頼れる相棒になりそうだぜ。ああ、当初の目標はこれで達成だ。協力、感謝するよ。ほとんどお前のおかげだろ。まったく、村一番の狩り。あっ、モンスター鳴き声、近いぞ。人の駆け足の音もする。まさか、人を狙ってる。 やめとけ。探索の終盤で準備も心もとないんだ。ただでさえ最近のモンスターは妙に凶暴なんだ。ダメだ、父さんだったらきっと。いや、絶対に逃げない。なんだ、いや、気のせいか。俺はずらかるぜ。お前も無茶を。こっちか。
普段は2人だけ。え？モンスターたちが村？禍々しい正気をまとった女の魔族に引き入られて、みんなを。ここも安全じゃない。俺の村に来てくれ。 リュードミラ隊長、総統作戦が完了しました。村人の避難状況は滞りなく、重軽傷者とも現在東の丘で。村にこれほどの被害が出たというのに死者が出なく、ウェスカテ村に送った石膏から何か報告は？それがウェスカテは全滅とのことです。生存なんということだ。モンスターたちが村を襲ったということは、 近くにそれを先導した者がいるはず。探し出すのだ。これがゴーマ説。世界そのものが大きな。まさか、フィンの村にまであいつが。君たちは、 この村の住民か。俺はそうです。この二人はウェスカ。私はリグランド赤竜騎士団、第三連隊ロッセの村民は皆無事だ。今はひとまずウェスカテは間に合わず無念だ。ロッセも村への被害は抑えきれなかった。復興にはロッセとウェスカテが同時に襲われるなんて、これじゃまるで。そうだ、 これらは、ゴーマ説は100年周期で、前期も18年前に終わったはずじゃ。ゴーマ説、隊長。どうした？新手です。女の魔族、我らの手には。アルフレッド！ 赤竜騎士団です。間違いない。私たちの村を襲った貴様が、みんなを殺した。偉大なるゴーマ皇帝より英語を授かるし、ゴーマ将が一人、ジャガイのミボーネと申します。不死身と呼ばれる魔族にしよう。ゴーマ説に現れ、 モンスターを操るというか。クラン家たち、村人は避難済みですね。まあ、そちらは後で探すとして。あらあら、元気な天体だった。嘘だ。 死の力。これか。前の村で試した薬の匂いにするの。あなた、しかし、どうやって私の結界を。いいでしょう。あなたたち兄弟は
見ていてもこのまま目を閉じてしまえば俺はそう目を閉じそうだその瞬間俺はそうだ目を開くんだ許されざる敵をさあ高き赤よ今こそ許さん。炎、赤い感、この圧力、何が？フィンの瞳が。殺菌しますわ。どうだ？お別れですね。俺に力を。俺たちの勝利だ。全部が。傷、滅菌消毒、報道、早く。ウォームの章は退けた。待て、未亡で。赤の紋章。え？魔を退け、邪悪を払う赤き紋章。紋章。そうだ。そしてゴーマ説を終わらせる。唯一無二の力だ。ゴーマ説を。お。いや。やだ。リゼット、落ち着いて。リゼット、ティオ。ティオ。呼吸や脈は正常だ。ひとまず眠っているようにしか見えない。この症状、リゼット、ティオを王都の施療院で見。そしてフィン、君にも。未亡ね。あ、ユドミラさん、俺も。元よりそのつもりだ。詳しい話をするためにも。よろしくお願いします。今夜は冷える上にこの雨だ。ひとまずここで、夜露をしのぐこととする。はい。ゴーマ説、紋章。だがそもそもゴーマ説により気をつけて。それでは改めて。Thank you.
過去、未来、魔界、いい機会だ、フィン。召喚をして。やってみろ。ただし、ソウルストーンは使用者の心を映す鏡だ。大丈夫だと思います。多分。我は剣天使ゲフエル、あまねく玉。これが召喚。とりあえず、悪しき心の。よかった。ロッセの人たちが騎士団に先導されて、オートまで子供たちが傲慢説に巻き込まれるなんて、想像するだけで。ロッセの人たちが子供たちが傲慢説に。ここまで来るのか。